皆さんこんばんは。五月二十四日月曜日日本文化チャンネル桜沖縄の声の時間です。当番組は二千人委員会友の会共産広告広告主ソテ t v をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。改めましてこんばんは。 えー、常夏の島南の島沖縄からお送りする、えー、沖縄の声私沖縄支局キャスターの、えー、ボギーテドコンでございます、まあ、本当に毎日毎日暑い中でね、えー、私たち生きるために一生懸命仕事しておりますがなぜか真夜中に基地の前にいたりですね はい、森の中をさまよって薬莢を探して生活できる人もいるということで、まあ、沖縄には不思議な商売がたくさんあるようでございます。まあ、今日はそういった人にならないようにみんなでお勉強していきたいと思っております。どうぞよろししくお願い申し上げますみなさんこんばんこばにゃん はい、今日は平日なんですけれども私のお仕事がお休みで、はい、向こうの方に娘のリリアが <laughs>、はい、静かに YouTube を見て待ってるんですけど今日はハプニングも起きず何事もなく終われるかな <laughs> とドキドキしている美咲ちゃん今日はディーディ、はい、スタジオに来ているんですけど、はい、あまあ以前は、ね、かなりもうギャスかギャスかすごい騒がしかったんですけど。<laughs> <laughs> 今日はすごい静かですよね。静かに YouTube 見て今もチョコレート食べていますね。でも,はい、でもねあの来るって分かっていたらスタジオにですね、はい、私あのファンキーなナビーちゃん連れてこようかと思ったんですけど今日はあの現物じゃなくてね、はい、実はあのプレートの方だけ連れてきてるんですよね、はい、実はここに。 ある絵が全くナビーちゃんそっくりでございましてまあ前はね皆さんにお見せした時にはこういう犬みたいな感じだったんですがとうとうこのような姿になっておりましてまあ今度ねあの犬小屋の方も新調する予定になっておりますし。 どん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 ね巨大化しておりまして <laughs> 本当に来た時ですよ前最初皆さんに見せた頃ってこのぐらいだったんですけど <laughs>、ね、テーブルに乗ってかってね,ここねキュー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 やっていたのが <laughs> た今やねもうこのぐらいになっちゃいましね重さがですね10.5キロ <laughs>、えー、もうねあの犬とね人間の子供は大きくなるのが本当に早いということで <laughs> 実はリリーもすごい大きくなってるんですよね。<laughs> リリー今19 キロくらいなんでもう本当にナビーちゃんじゃあリリーの半分ぐらいだからすすごいですね今じゃあちょっとナビーちゃんを散歩させるの無理ですねリリー抱っこさせれる抱っこできるかな多分抱っこできないんじゃないかな <laughs> 抱っこしようとすると思いっきり顔をなめられるんじゃないかと思っておりますが <laughs> まあナビーちゃんも今ねあの皆さんにお見せするために一生懸命、うん。 あのフリスビーの練習してますんでねこれがあのちゃんとできるようになったらまたお披露目でもしようかなと思っております、うん、さて本当にこんな暑いんですけどね美咲ちゃん、うんうね、もう沖縄って梅雨終わっちゃったんですかね。ね全然雨降らないですねちょっとじめじめはするんですけどす、ね、あの週末にね少し曇ってもしかしたら雨が降るんじゃないかと思って期待していたんですけど全然。 雨が降らないといとう,う、ね、今日は天気予報では確か20%ぐらいの予報で雨が降るなんて言われてましたけど週末からちょっとした雨も降らずに本当に沖縄って梅雨ってあったのかななんて思っちゃうんですよね。<laughs> <laughs> まあでも美咲ちゃん、はい、雨が降るより、やっぱり晴れた方がいいんじゃないですか。そうですね。もう本当に今年の梅雨は洗濯物がよく乾くので、本当にありがたいですね。洗濯物ですか。うそうですね。今年の夏は犬がよく乾くんです。<laughs> <laughs> 犬が乾くんですよ洗ったらねすぐさっと乾きますからねいでもね美咲ちゃん洗濯物と違って犬はねとっとと乾かさないと変な匂いします臭くなるんだ臭くなりますんでね生乾きみたい生乾はやっぱりだめなんできちんとやっぱりドライヤーでねささささっと乾かすんですけど本当にやった後は綺麗なんですよでもね帰ってきたら 犬小屋の中で粗相したものの上で転がってたりしてね <laughs> もうその時にはもう本当にちょっと片付けるのもげんなりしますし <laughs> またお風呂かと思ったりするんですけどねお前はっと言って怒ったらねシューンとしてしてもいってるしね、はい、そして片付けた後ね「よしよし」ってやるとまた目キラキラさせて尻尾振るし <laughs>、ね、猫もあんな感じですか じゃれてくるときはじゃれてきてでも自分が遊びたいなーって思って胸の上乗せ,る乗せてるとやっぱ1分ぐらいでフォフォフォっていなくなってるんですけど私あの女の子も猫のようなもんでございまして <laughs> あの追いかけると逃げるとツーンとしてると向こうから寄ってくるんじゃないかと思うんですけど <laughs> 振り向いたら犬しかいなかったので。<laughs> 本当に。まあでも美サちゃん自分あるんですよ。公園とか行くと猫がマウウッて言って寄ってきて足にスリスリしてこうして混乱して可愛いんですよね。でもねこれやられて家に帰ったら今度ナビーちゃんが足元に匂いしてふんっ,ってからふんってますよ。お前誰と遊んできたんだって。そうお前誰と遊んだんだ。なんか変な匂いするぞっていう感じ。犬っていうのはすごいですよね。また車の音でもわかるんですよ。 入ってくるのがわかるみたいで、ねうんうん、もう車の音がちょっとでも聞こえたら耳をピーンと立ててドアの方ずっとこうして見てるそうですからねやっぱ耳いいですね動物はねいいみたいですようちの猫も、はい、あのバイクで帰ってきたら2階に住んでるんですけど2階からミャーって聞こえますよおかえりってあ泣くんですかやっぱりそうそうで3匹玄関に集まっておかえりって迎えに来てくれます3匹ですか <laughs>、まあ、可愛らしさではちょっと猫には勝てないんですけど <laughs> 円盤をかかけけるんだったらら負けないですからねまあ本当にアンケートを取った犬派なのか猫派なのかいい勝負しそうですけどで,す、ね、まあでも美咲ちゃんが味方ついてたら負けちゃうかななんて思っております <laughs> さて、ねすえー、今日もねあのまず自衛隊の方々の掲示板をね皆様お見せしたいと思いますけど今日お見せする掲示板は実はねあの先週の金曜日に撮影した掲示板なんですが美咲ちゃんに紹介していただきます。 では、今週の自衛隊、美咲ちゃん、お願いします。はい、こちらです。はいこちらが陸上自衛隊の八重屯地に提示されております緊急患者空輸と不発弾処理の復旧後の累計です。こちらが5月21日金曜日のものとなっております。緊急患者空輸が9,869件9,869件不発弾処理の方が 38, 件, 38, 件となっておりますはいそしてその内訳なんですが緊急患者空輸9870件のうち搬送人員が1万23 232名不発弾処理実績3万8569件の中で総トン数が1 8 7件。 トンと、えー、なっておりますえす、ー、本当に毎週毎週ね、うん、数字がどん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 積み上がっていくんですが、まあ、この沖縄のこの不発弾いつになったらゼロになるのかななんて思ってますけど、うんえー、今の調子で、まあ、見つかって処理を続けていたとしても数十年かかると言われてるんですよね。 ですから今でもあの開発されてないところではまだまだ埋まってるところあるというふうに言われておりますしまあ浦添市ではねまだこれあの見つかってないんですが戦後あの大きな漢方弾が落ちて池になったところに不発弾を思いっきり埋めた場所もあるっていうことでねまあそういったところが沖縄中はあっちこっちあると思いますがまあそういった不発弾の中にはまあ外は錆びていても中はね生きてるものも あります。そういったものはちょっとした衝撃で爆発する可能性がありますので、見つけた場合には、えー、素手で触ったり動かしたりせず、えー、すぐね、あの百等板などでね、あの連絡をしていただきたいなと思っております。えー、自衛隊の方々本当に誠に、えー、ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。さて自衛隊のね、みさきちゃん、はい、ちょっとね頑張りっていうのをね、今日ツイッターでー。 発信してたんでお見せしたいと思います。はい、フリップをご覧ください。ドンはい、これはね防衛省統合幕僚幹部のね。t w i t t なんですけど、これ20日はい。5月20日沖縄県知事から陸上自衛隊第15旅団に対して新型コロナウイルス陽性者の休館空輸に係かかる災害派遣要請があり。 第15ヘリコプター隊の CH47 により久米島空港から那覇空港への空輸を実施しました引き続き国民の安全安心のため万全を期してまいりますということで、まあ、沖縄県知事というとさきちゃんの大好きな、うん、あのうっかりデニー <laughs>、はいはい、別名バーベキューデニーとか言われてますけどね <laughs>、まあ、デニー知事が、はい まあ自衛隊のね方にいわゆる災害派遣要請があったということ、うん、まあこれ、実は新型コロナ、まあ、私はチャイナウイルスとか武漢肺炎と呼んでおりますが、うん、その、ね、チャイナウイルスに罹患した方を、ね、運ぶということで今回、こういう感じでヘリで運んでいるんですよね。こののように、ね、あの一般の 航空機ではやっぱりできないようなことも自衛隊の方々が自らの、ね、命をねやっぱりかけてこうしてやっていただいてるっていうことはねやはり多くの県民にもっともっと知られてもいいんじゃないかなんてね思っておりますいまだにこの自衛隊のことをねあの人殺しと思ってるね左巻きの方々もいますがこのように県民の命を一生懸命守ってるっていうことは、ね、なかなか伝わらないっていうのが本当に残念で。 ならないんですよね。うん、まあ、そういった人たちが、実は沖縄の偉い人たちの中にもいっぱいいるっていうことを今日紹介したいと思います。えーうん、フリップをご覧ください。トン。自衛隊は沖縄に必要五十八パーセント。市町村長や議長、アンケート、不発弾処理や急患輸送で評価。沖縄タイムス。二千二十一年五月十六日と。 いうことでございましてこれ美咲ちゃん、うん、これね見出し見てちょっと私本当に残念だと思ったのは、うん、この自衛隊が沖縄に必要だと思っている市町村長や議長さんはなんと58%しかいない少ないですねこんなに少ないんですかそうなんですよ<ー>だってね美咲ちゃんさっき私たち毎週これ報道してるじゃないですか、うんうん、休館輸送で離島からこうしてね、うん ヘリで運んでいただいて多くの人たちの命を救ってもらっている。うん、そして沖縄のねほぼすべての市町村で出てくる不発弾をねきちんとやっぱり処理していただいているのは自衛隊の方々なんですよ。決して共産党じゃないんですよね。はい。それなのに必要だとね思ってる人たちが六割に満たない。これどう思いますにさくちゃん。ええー、ななんで必要じゃないのかちょっと聞きたいしあと。 6割もいるんだったら、ちょっとぐらい。なんか報道してくれてもいいのにって思いますよね。よね <laughs> さて、記事の続きをね。ご覧いただきたいと思います。これでございます。どん？はい沖縄タイムスは県内の41市町村の主張議長に自衛隊に関するアンケートを実施した自衛隊は沖縄にとって必要かの質問では必要が58.9%と。 過半となる一方で自衛隊と米軍が基地を共同で使用し訓練することは基地負担が増えるため評価できないが31.5%で最も多かったということでございましてこれねやっぱりねイデオロギーに狂うとねあの白も黒に見えるっていうのがこれではっきり分かったんですよね。例えばこれねちゃんあのお互いの基地で 訓練をしたとしますよするとここでも訓練してるここでも訓練してるってなるんですよところが自衛隊と米軍が共同であれば一つの基地で訓練を一つにまとめることがやっぱりできるわけなんですよねですから二つの基地で訓練を別々にやるよりは一つの基地の中でやった方が私はこれは集約もできてあと 負担軽減になると思っているんですけど、これがわからずに、なぜこれが負担増になると思っているのか、これがね。私全く意味がわからない。つまり、自衛隊も嫌い。米軍も嫌い。嫌いと嫌いを合わせれば大嫌いということで、まあ、それでね一緒に訓練するのが嫌だとね。もう。 短絡的ににそういういう思っててるのかななんて私は思っているんですけど本当はこのように共同訓練をし訓練をする場所をね集約化することによって沖縄にとっては負担軽減になるということをなぜわからないのかもう単純に米軍も嫌い自衛隊も嫌い一緒になったらもっと嫌いとこういう考えでやってるんであればね本当に嘆かわしいとしか 言いようがないなというふうにね、私は思っております。さて、沖縄県先週はですね、とうとうこの感染者が200名を超える日も出まして、まあだいたい高止まりしている状況が続いております。これ実はチャイナウイルスあの沖縄ではね、去年の1月、まあ、中国のクルーズ船から降りた中国人観光客が 沖縄のタクシーの乗務員さんに罹患させたのが第1号でそれからね一旦収まったんですが最近またどん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 増えつつあるんですよね。そういった中で今回5月のゴールデンウィークがやってきたんですがこのゴールデンウィークで多くの観光客が沖縄に入ってくるっていうことは事前に分かっていました。しかしか残念なことに 沖縄県の玉城デニー知事はそういった観光客に対する対策っていうのを全くと言っていいほどやっぱり取らなかった、まあ、各、ね、あの会からはこれはゴールデンウィーク後にもしかすると感染が爆発するのではないかというふうに危惧されておりましたがちょうどゴールデンウィークが終わって2週間後あたりからどん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 今感染者が 増えてていってるんですよね、まあ、そういった中で玉城デニー知事先週、まあ、東京の方に、まあ、行きまして、まあ、いろろんなところに陳情をしております、まあ、沖縄の振興策に、ね、関する陳情をなんと自民党の方々にお願いしに行ってるんですけどなぜ玉城デニー知事はそういった振興策をご自身がねあの応援しているいわゆるオール沖縄側の 国会議員の方々にお願いしないんでしょうかねいっぱいいますよねはい、オール沖縄側の国会議員さんやってることは反基地しかやってないんですか何のためにここにバッチつけてるのかなと思うんですけど、ね、結局よくねこれ沖縄県民の方々も考えていただきたいんですけどこのようにオール沖縄に押されそしてオール沖縄の国会議員がいっぱいいるのにもかかわらず なぜか進行策とかさまざまなお願いは自民党系の,、ね、あの先生方のところに行く玉城デニー知事これが現実なんですよね。まあ、つまりオール沖縄の国会議員の方々はもう本当に反対だけで全く沖縄の役には立っていないというのが現実だと思います。まあ、そういいった中ででデニー知事が東京ににる間に沖縄ではこの いわゆる感染者が200名を超え本当にに大変ななことになりましば、まあ、そんな時にデニーさん県民にはねあのゴールデンウィークはまあバーベキューもね控えて自粛してくださいと言いながらご自身がまあバーベキューのはしごをして散々に批判をされたり、まあ、不要不急の、ね、渡航は避けてくださいと言いながらご自身はまた東京の方に行ったりしてこれじゃあやっぱり県民のホームにね 知事がこれ、じゃねっていう声がやっぱり大きくなっております。まあ、そういった中で感染者がどんどん増えたことで、デニー知事たまらず、これをねあのとうとう国にお願いをしました。これでございます。トン沖縄県の緊急事態宣言5月23日から6月20日までと。 いうことでございましていや本当にレッドアラート状態なんですよね今はもう学校なんかでも美咲ちゃんど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 ん感染出てくると私は見ていますまた学校とかねあと私の聞いた話では部活の顧問がはいこのチャイナウィルスに感染したということでね部活そのものがやっぱり中止になっているところもあると言われてるんですよね 美咲ちゃんの周辺ではそういった感染の話っていうのはないですかまだまだ出てなくて、はいうん、ちょっと安心してるところもあるんですけどやっぱりなんか仕事の仕事場の人の友達が出たよとかを聞いたことあるんですけどまだ身近ででではいないなすすねね、はい、そうですね私たちの周辺ではまだ幸いにも、はい、あの感染したっていう方はまだおりません。 ね、人づてに聞いてどこどこのどこでっていう話は聞いたんですけど、うん、私たちスタッフ、ね、あのとか私の友人なんかでかかったのがまだいないんでね、うん、まあちょっとあの本当に流行ってるのかななんて、ねうん、ちょっと遠くの話に聞こえたりするんですけどやはり一日にサクちゃん200名も出てくるとね,ね<ー>これが今200名ですけど、うんね、300名とかね増えていく可能性もやっぱりないとは言えません。うん、まあそんな中で えー、沖縄県は、えー、今年の2月頃には県独自の緊急事態宣言というのを発令をした、うん、そして、えー、つい最近は国に対してまん延防止等重点処置の発令ををお願いをしたしかしそれでも全く収まらないために、えー、とうとう、えー、緊急事態宣言の発令を、まあ、国に要請をしたということでただ私思うんですけどこれって 何かやってるよっていうアピールだけになってないかなというふうに思うんですよね、うん、宣言を、ね、出してもらいましたえへ、ー、んって言ってこれで美咲ちゃん感染が止まるっていうことないと思うんですけどうそうです、ね、5月もいいっっぱい入ってきてたしだから私思うんですけどあの、ねうん、こういった国に頼ってあのまん延防止等重点措置や、ね、緊急事態宣言を出してもらいましたと。 いうことを言うより県独自でどうすればあの感染をやっぱり抑えられるかっていうことをねやっぱり考えていかないといけないと思うんですよね。特にあの特に沖縄っていうのはこれからあの夏もうみんなお酒飲む季節じゃないですか。ね、もう本当だったら今頃ね沖縄ではもう毎週の週末は海でもう必ずどっかでバーベキューをしてるんですよ。それ今全く 見られなくなくっってしまったんですよねそういった中であの玉城デニー知事、はい、あの県は、えー、この飲食店に対する、まあ、酒の提供をあのやめさせるっていうことは、うんえー、やらないっていうようなことを、ねまあ、あっ言っていたんですが反面飲食店で酒を提供するお店はあの営業を自粛してもらうという意味の分からない。 ね、酒は酒をね出すことをやめなさいとは言わないが、あの酒を出す店は営業を自粛してもらおうと。え、おえお。同じ,同じことじゃないですか。<laughs> もう、えー、最近ねデニチジュイちょっと面白いんですよね。日本語しゃべってますかちゃんと。公文書のね保管に関する条例の制定を検討するかと聞かれたときに、条例の制定を検討することを検討したいと。 何を言ってるか全然最近分かんなくなってね <laughs> まあ最近の政治家っていうのはそうですね地方の首長もまあ大臣も時々わけのわからんこと言うこと言う人もいますけどもう少しねやっぱり国に宣言を出してもらったから安心ではなくてやはり観光立県沖縄どん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 やっぱりいろんなところから人がやっぱり入ってくるわけなんです。特に今海外旅行みんな 行けなないいじゃないですか危ないっていうことで、うん、となると行くところはやはり沖縄とか北海道になっちゃうと思うんですよねまあそういった中で観光客がね押し寄せる可能性のある沖縄そんなところでやっぱりその入ってくる方々に対してのきちんとした対策っていうのが今はっきり見えていないんですよまあ確かに空港で今美咲ちゃん体温計体温をねチェックするサーモグラフィーつけてます。うん そこで体温の高い人を見つけてね見つけてもそこではい身柄を捕まえてどうのこうの今できないんですよね熱がある人でもそのまんまあの嫌だって言ったらそのまんま外に出ちゃうわけなんですよそしたらもう意味ないじゃないですかだから私思うんですけどこれね沖縄県知事も議会もこれ真剣に考えたらどうですかこれでございますトン はい、さこれあの私のねあくまでも思案ですね、うん、私の考え自分が政治家だったらこうします。この沖縄に入域の際体温が37.5度以上あった場合2週間の経過観察の強制、うん、つまり入ってきた時にサーモグラフィーで引っかかったら、まあ、条例でですねあの2週間この県の指定する 施設で経過観察しますよとそれと PCR 検査も義務付けしますよとそれと経過観察中の外出は一切認めませんという感じでまあ台湾と同じようなやり方なんですけどねちょうど台湾が同じような感じでやってかなり抑え込みに成功していたんですがただ我が国日本個人の権利をねはい何よりも 守ろうとすする人たちがいいっぱいおりますうこういったことをやると試験の制限をするのかと、ね、移動の自由をねあの制限するのは憲法違反だちって,ってまたねまた変な人たちが集まってですよだから本当に憲法改正大事だと思いますけどでもねこうやって公益、まあ、国益権益のためには ある程度やっぱりね個人の視線の制限っていうのはね私やってもいいんじゃないかと思いますしかし今の状態だと熱があっても空港でそれをキャッチしてもその個人を止めることができずそのまんま沖縄のね空港の中から外に出てしまうっていう現状まあ、こういったことをねデニー知事やま県議会の方々はどう思っているんでしょうかね真剣に対策しないと。 本当に沖縄ね、あのチャイナウイルスの島になってしまったら、まあこのね観光どころではないかななんてね思っております。そしてね私これもやっぱり思ってますよ。フリップご覧ください。トン。はい、県のトップがですね、うん、自らを離することなく県民に。 自粛自粛といって県民に甘えた対策っていうのは自粛への意欲を失った県民にとっては無策ででしかないといととうことですつまりね、えー、知事や、ね、県の方々がいかに県民に対して自粛してください自粛してくださいと訴え続けても県の上の方々がですよ自粛どころかねやりたい放題やっていたら ななななんんんだっってみんな言ううこと聞かなくなっちゃうんですよそうなればこの自粛というね呼びかけも全くの無駄になってしまうっていうことでですからもう少しね県のトップの玉城デニー知事あ,のあまり軽はずみなことはしないでねうっかりデニーなんて言って笑われていますけどね知事が笑われてるっていうことは我々沖縄県民が笑われてるのと同じですからもう少しね 慎重な動ききに、ね、徹しててていいただきただと思っておりますさてもう少し慎重に、ね、きちんとやっていただきたいのは何も沖縄県だけじゃないです国もでございますこれでございますトン入国者6600人が位置情報を報告せずチェック人員拡充へ加藤官房長官ロイターの5月19日 はい、加藤官房長官は19日午後の会見で新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため日本人も含めた入国者への14日間の待機処置に関連しチェックのための人員拡充を図っていく方針を示したこの日の会見で水際対策は機能しているかとの質問に対し加藤官房長官は応答のない人に対して ビデオ電話での通話を約5,300件試みさらに応答しない人には氏名公表の可能性もあるとのメールを送付していると説明をしたということなんですけど、うん、こんなにですよ美咲ちゃん、うんね、これ結局、ね、海外から日本に戻ってきて2週間経過観察してくださいねっていうことをね 強制じゃなくてお願いにした結果はいお願いにした結果ですねうん、うん、はいもう6600人の方がどうなっているかわかんないって、うんい,ね、いうことになっているわけなんですよ<ー>はいこの6600人まあ全員が、えー、そういったチャイナウイルスに感染してなければいいんですがもしこれがね感染をしている 人に移すほど強烈なね。あの状態のある人が野放しになっているとしたら、本当に大変なことですね。うん、まあこれも個人の権利をね。制限することのできない。現行法制の中でまあ、精一杯やった結果だとは思いますが、その結果がこのような状態になっている。つまり国が、えー、ね。経過観察のため、2週間はきちんとね。あの自分でね。 経過観察してください連絡も取れるようにしてくださいというやってくれるだろうという性善説に基づいてお願いをした結果がこれでございます、まあ、最近も防衛省の予防接種の予約で、はい、インチキはしないだろう架空な入力は、ね、し,てくしないだろうという性善説に基づいたら、ね、朝日新聞の、ね、記者が、ね、とんでもない、ね、虚偽のデータを打ち込んで予約できましたつって記事にして。 鬼の首を取ったかのように大喜びしていますけどそれと何にも変わらないんじゃないんですかね。ですからやっぱりこういったところでも国はやはり試験の制限という部分についてねきちんと真剣にも考える時期に来てるんじゃないかと思いますそして美咲ちゃんただでさえ6600人、うんね、どうなってるか分かんない連絡もつかない。 はい、そういう風うに野放しになっている中で、こんなニュースも飛び込んできました。これでございます。トン中国東京オリンピック報道に向け3000人近く派遣。これは tbs からですね。はい、7月に開幕予定の東京オリンピックを報道するため、記者とディレクター。 500人以上を含む3000人近くを派遣する計画であることを中国が明らかにしました、うん、また中継用の機材はすでに東京に到着しているとのことです、うん、ということで3000人いるんですかこれ報道で、えー、報道するためにそんなにいりますかね、スタッフが3000人じゃあ残りの <laughs> あ、スタッフは500人じゃあ残りの2500人何なんですかね、うん、何するんですかね何,何なんですかこれもしかして、うん はい、あのスタッフという名前の、ね、名目の観客ですか <laughs> それとも日本中に散らばる草なんですかね、いや本当にねこういったことをやっぱりやるってうのはどうかと思いますよ、ただいさやっぱり尖閣諸島などでああいうふうにやりたい放題されているのに中国は3000人送りたいからいいですか、はい、よろしいですよっていうね,いねこんなバカなことあっていいんですか。いいいやいやいや いや、尖閣諸島でのあのような振る舞いを鑑みた時に、入国については。えー、こちらとしては応ずるわけにはいかないとか、なぜそういう態度に出られないのかっていうのが。私とっても不思議でならないんですよ。そういマスコミも今回の武漢肺炎、チャイナウイルスについてね。全くこのチャイナとか武漢っていう名前、全く使わないですよね。あの、アメリカとかインドとかアフリカとか、そういった。 の名前はどん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 出すのになぜか中国っていいう名前ちゃんん出ないんですよ不思議ですよよねっぽどねこのマスコミの中に、まあ、中共にねあのなどっか捕まれてる連中がいるんじゃないかというふうに私は思ってますけど、うん、本当に投げかわしいですよ、ね、まあでも私はこれからも「えー、チャイナウイルス」とねあのラジオでもどん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 発信をしていきたいと思っております。 さて、まあ、ラジオ<え>美咲ちゃんも出たことありますよね,ああすね以前は美咲ちゃん、はい、うちのね私の番組のアシスタントをずっとやってたんですよね,、うん、すね結構面白かったんですけど、うん、今の私のアシスタントは、ね、この「桜にも出るタカさんとそれからリリーが「変態ニーニー」って言った HK ゴスロリーロリエタ仮面さんなんですけどね <laughs> まあそう沖縄ではこういったラジオとかテレビっていうのは非常に皆さん 結構頼りにしております<ー>ところがねこれ朝日新聞さんが面白い調査やってくれたんですよ<ー>これでございますト10から20代の約半数ほぼテレビ見ず衝撃的データということでございまして<ー>これね私もう一つ考えてみたい10から20代の約半数ほぼ新聞を見ないってなった場合には もしかすると、半数どころか、もっと。もっともっといなさそう、みさきちゃん新聞とってます。新聞とってないし、高校、親も、とってなかったですね。笑わ <laughs>、はい、しますよね、本当にね、新聞なんて、全然、私も、ね、え、うん、長い間、とって、ないです。今、とってるのは、あの、八重山日報、だけで、ございますよ。うん、はい。 えー、新報タイムズさんはもう少しねあの政治的に中立的なことを書くようになったらまた撮ってみたいと思いますけどまあ現在私が撮ってるのは八重山日報のみで、えー、ございますさて沖縄の新聞とかテレビでこの方非常にいいようにいいように報道されておりますこれでございますトはい素敵なね笑顔の3人組ですね美咲ちゃん この方、はい、実は右側にいる方がヘリキチ反対教の足富さんという方で、えー、まあ沖縄では、ね、この自然を守る呪文を守るために一生懸命頑張っている人だというふうに、ね、報道されているんですよねですからテレビや新聞ばっかり見ている人はこの足富さんが出てくるとあいい人なんだと自然を守る素晴らしい人なんだと思っていると思います。まあ、そういったね あの余生を借りまして実はこの足富さんあの名護市の、ね、市議会議員の補選に出たこともありますまあ当選はされなかったんですけどね、はい、しかしこの人の本当の正体とは実はこれなんですよね実はこれ中核派過激派の機関紙になんと載っているんですよ。はい 反帝国主義反スターリン主義の旗の下万国の労働者と非抑圧人民は団結せよと何それ何それ、はい、怖い沖縄は日本の植民地 <laughs> 自己決定権こそ必要だっていうことでねその中でこういうことをおっしゃっております琉球自治州を作っていく方向が必要だと思うこれは北海道のアイヌの皆さんの自治共和国という方向とも合わせて 日本の支配構造を打ち破っていくものになるのではということで、琉球自治州だそうですよ。何それ初めて聞きました。日本じゃなくて琉球になるべきだと。それも北海道もね、はい、この沖縄と一緒になって日本の支配構造をね打ち破りましょうっていうふうにおっしゃっているんですよね。またあのこれ多民族国家日本の中で多数派のヤマトン州が沖縄 愛の在日ね、ムラク差別などあらゆる差別をね、カし出す社会構造をね、あのなくそうっていうこともおっしゃっておりまして、こんなね、美作ちゃん、うん、沖縄をね、日本から切り離そうとしている人を沖縄のメディアは平和の使者だと言ってね、思いっきり持ち上げております。<laughs> そしてこういったところに実は沖縄の公立高校が生徒をね、連れて行って勉強会開いてます。これでございます。<laughs> トン。 はいこれ三崎ちゃん信じられないことにねさっきのテントの前ですそこになんと沖縄県立のある高校の生徒たちを授業のね一環としてこうして連れていくことが横行していたんです今はねあの私の方が県教育長にクレーム入れて今は止まってるらしいんですけど以前ねこういったことクレーム入れる前は毎年のようにこういった過激派のアジト 過激派ですよ三崎さんそこに生徒連れていくんですよそれもねあの18歳高校必ず高校3年生、うん、つまり選挙権のあるねるいい生徒たちを連れて行ってそこでいわゆる過激派中核派の洗脳を行うわけなんですこんなことが堂々と行われているんですよでもね復帰前の沖縄っていうのはねこういった過激派もいなかったそして学校の先生たちもね まさに日本人ということで子供たちにね日本人としての教育をちゃんとやってました。で私たち小さい頃復帰前はね日の丸をね作ってパタ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 振ってました。その時の子供たちがねこんな感じだったんですよ。これでございます。トンね当時のこれは沖縄の子供たちなんですよ。私たちも日本人といってね一生懸命日の丸振ってました。ちょうど自分が子どもの頃これよりちょっと小さいかなと。 思うんですけど、今じゃめもうまず見られないですよね。うん、今見られるのはね戦後あの復帰後のいわゆる日教組教育に染まった大人たちでございまして、このようにね旗を振ってた人たちはね今こんな感じになっております。これでございます。トン。<laughs> めっちゃでかい旗振ってますね。三 <laughs> 崎ちゃんどっちがどっちが日本人らしいですか？えー、これとこれ。えー さっっきののの白黒写真方方ががいいと思いいいいいでですすすよねずととそ思ま私もね本当に沖縄って、ね、復帰してよかったのかよくなかったのか、まあ、8割の方々が復帰してよかったと、ねうん、思ってるっていうことなんですけど本当にごくわずかの、ね、復帰して、ね、いいことなかったと言ってる人たちの声をマスコミがこれを大きく大きく取り上げるもんですからまるで沖縄県民がね 復帰していいことなかったと思っているような報道されますけどでも大多数の沖縄県民は、ね、復帰してよかったと思ってますし日本になったからこそこんなに豊かになれたと私は思っております。<ー>またたそういった中で まあ沖縄が沖縄でしか担えないことを、ね、誇りを持って担えるそういった県民が、ね、やっぱり一人でも増えてくることを、ね、私は願っておりますし、まあ、そのためにはやはり沖縄のメディアが報道しない自由で、ね、あの隠している まあ、県民に知られたりは不都合な事実というのを、やはりこのチャンネル桜沖縄支局からどん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 、やっぱり発信していくことが必要じゃないかな、なんて思っております。まあ、こうした過激派ねの姿なども、沖縄のメディアは絶対に報道しません。え、ね、こういった発言なども報道しません。そういったふうにね、いかにも平和というね、オブラートをかぶせて、沖縄の人たちをどん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 、やっぱり。 騙していく沖縄のメディア本当にどこの国のメディアなんでしょうかねはいということで、えー、本日のねまあ沖縄の声もう長々とお付き合いしていただきましたけど今日はリリー出番なかったねリリーリリー最近ずーっとスマホいじってるんですけどこんなことしてるとあの HK 仮面みたいになっちゃいますよ、はい、ラジオの本番中彼こんなことやってるけどねリリー いの。<laughs> 変態ニーニー好き好きなの <laughs> はいということで、ね、今日はね久しぶりに出たんで恥ずかしがってますけどわいわいす今度またねナビーちゃんと一緒に共演していただいて思いっきり笑顔を、ね、たまた皆様にお見せできたらなと思っております。<laughs> はい、ということで本日の沖縄の声、こうて終了させていただきます。皆様最後ままでお付き合いい誠にありがとうございました ではまた次回お会いしたいと思います。